しても電気玉出てこなくて、なんでだろうなと思ってピカチュウ50体ぐらい倒して、それでおかしいな、これさすがにバグってるよなと思ったら、なんかポケモンの仕様が変わってて、今までだったら手持ちのポケモンが持ってたんだけど、なんか泥棒したアイテムが勝手にバッグの中に入る仕様になってたみたいで、俺それでそのマップのオープンワールドのピカチュウ60匹ぐらい飼ってて、でも電気玉3つ手に入ってたわ。あの2つ電気玉いらない人はいらないんで、欲しい人だったらあげます。なんか空いてきたから、なんかウーバーイーツでも頼むか。それじゃあね、そろそろ終わっていこうかなと思います。じゃあね、録音終わり。いやだるかったな。ちょっとまあクリスマスだし、この後用事あるから昼ご飯でも食べて、ちょっとウーバーイーツでも頼むか。いややっぱこんなね日はアリバイ作りに限りますわ。24日に配信なんてしてらんねえってのは、世の中の全 VTuber 録画流してるだけなのに、あいつら騙されやがって、パク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 、あーご飯おいしいな、パク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 。よし、じゃあそろそろ彼女に会いに行ってきますか。Ooh!